提出してきた計画案なんですけど、そもそもすごく無理があるなっていう印象を僕は持ってまして、発表された絵の中で神宮球場とね、ガルミ場入れ替える提案なんだけど、どっちもねギチギチなんですよ。非常にお粗末な絵だと思うんだけど、これあえてなんかもう今から 40、50年前のね、専門家のプロが描くあの完成パースじゃなくて、その前のなんだろうな、なんかスケッチというかね、わざとこういう雑な絵を出してなるべくこう突っ込まれないようにしようって意図がありありなんですよ。これね、平面図っていうのがあるんですけど、周りに余裕が全然ないでしょ。こんだけギチギチに無理やり突っ込んだスポーツ施設が本当にこう何だろう、祝いというかね、ここに行ってみて楽しいなってスペースになるのかな、なんでわざわざこんな狭く苦しいに突っ込んでるのっていう、それなんかホテルかなんかつけるためじゃないの、じゃあもともとの目的とこれ矛盾してるんじゃないのっていうのは、この配置図だけ見ても欲しいな。ニューズオープンエイドスタートです。小池さん、そもそも国会議員から崖から飛び降りて都知事になったのは、霞が関に攻めどころとして都知事になっただけなので、別にその都知事として東京の街を、東京都民の生活をどうこうするっていうのが目的で今都知事の座に座ってらっしゃる方ではないので、全てはまあ都庁という権力を使って自分の政治家としてのステータスをきらびやかに見せられるかっていうことだけしか考えてないのかなと僕なんか思いますね。小池さんが保守であるとかそういう印象は全くなくて、確かに保守で自分がこう使いやすいパーツは使ってるんだけども、芯として保守を持ってる人では何でもなくて、表面をそういうこうなんていうかな、保守でこう塗り固めてるだけなので、神宮外苑の樹木を切ることに対しても何ら通用を感じないんじゃないですかね。ニューズオープンエイドスタートです。IT 企業が全部ダメになったかというそうでもないんですよ。実はガーファムは確かに削減が多いんですが、例えばマイクロソフトとかアマゾンなんかはむしろエンジニアさんの数を増やしてます。これは何かというと AI のエンジニアですね。メタが望んでいたもの、つまりメタバースというね、一時流行りましたよね。もう今や昔の過去の話になってますけど、メタバースがこの世界を変えるって言ってザッカーバーグが勝負に出たわけです。で、社名まで変えていったんです。結論から言うと完全に敗北です。まあ、このオープン AI で GPT がまさかここまで来るとは多分誰も想像してなかったんで、狙いは Google 帝国のやっぱり崩壊なわけですよ。メタがプレイヤーにならなかったんですよ。だからこれ株価も下がってるし、人もどん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 辞めさせざるを得ないと、つまり将来像が描けないんですね。だから一重にこれは単純にメタ、それからGAFAMだけの問題ではなくて、やっぱり GPT の出現というのは本当に世界を変えたなというのはこのこともあると思いますね。ニュースオペードスタートです。今回やっと国の責任はないけど認めたと、ただその河合さんも言っていましたけど、あの一番びっくりしたのは2011年の5月にですね、訴訟を起こしたのがゴルフ場だったんです。近くの放射性物質が積もってしまってもうどうにもならないと、ずっと何年も戻れないということで、まあ経営を諦めたわけです。でそのゴルフ場に対して賠償請求を東電が払うとなったんですが、有名な無主物裁判といって、確かに原発由来の放射性物質がゴルフ場に行ってしまったので、ここはゴルフ場の営業がなくなって倒産したのは仕方ないと。ただし一回空気中に放たれた放射性物質は所有物はいないので、所有者はこれは無主物で東京電力のものではないので賠償責任はないって言ったんですよ。意味が分からないですよね。これが元となってずっと来てるんです、12年間。でその時にメディアはここについて一言も批判しなかったんですよ。日本中のメディアが最大のスポンサーが東京電力だったからですよ。ニュースオペードスタートです。LGBT 理解増進法の推進に向けた具体的な取り組みですとか経験というのは、私は国会議員やってた時は、まあ、誰よりも LGBT について質問し、まあ、政策に携わってきた人間ではありますけれども、はい、今のこの動きというのがあまりにも拙速すぎてですね、うん、そこは私でもついていけないというような感じなんですね、うん、もう本当に考えなければいけない問題というのは山ほどあって、うん、例えば差別とは何をもって差別というのかっていうことなんですよ。 LGBT の活動家の人たちが差別だ差別だって言ってるんだけれども、じゃあ彼らに何が差別かっていうのを委ねるのか、判断を委ねるのかっていうことですよね。今回のその法案の中には差別の定義は書いてないんです。何年前になっちゃいますね。違うじゃないですか。そこが一つ心配な点ではありますよね。ニュースオープンエイドスタートです。
回あの WBC は中国も出場をしていましたけれども、中国でのこの WBC はどう報じられて。中国人はですね、基本的に野球のルール知らない人がほとんどです。中国で野球やってる姿とか、誰か子供がキャッチボールしてるような姿とか見たことないです。我々が例えばクリケットとかそういうイメージだと思いますね。一番メジャーなスポーツって何ですか、中国だと。昔だと卓球ですね、今はバスケット。中国基本的にですね、あのこれ私の言ったことではないんですけれども、バレーボールですね、あれ6人でやりますよね、はい、あれが限界だって言うんですよ。中国人は1人でいると竜だけれども3人集まると虫になるって言われててですね、集団スポーツ苦手なんですよ。9人もいたら大変なことになりますね。そうなんですよ。だからサッカーが全然ダメじゃないですか、みんなシュートしますから。だけど台湾は野球強いね。そうは言いながらも世界的に見ると野球はマイナースポーツなんで、今回過去最多と言いながらも20カ国なんですよ。ニュースオペイドスタートです。世界の金融政策当局というのは、あの金融政策を何のためにするのかということをはっきり自覚しているわけです。ヨーロッパもアメリカもまずはインフレ抑制こそ大事だと。日本だけがインフレが進行する中で、特に黒田さんですね、大規模金融緩和の継続とまいうことを言ってました。このまま進んでしまうと本当にハイパーインフレというようなことも発生しかねないんですけれども、激しいインフレが起きたときにじゃあ誰が得をするのかと言いますと、借金をしている人が得をするんですね。預金は紙くず同然になってしまいますけれども、逆に言うと借金も紙くず同然になってしまうと。日本一の借金王は誰かというふうに考えると、これ日本政府なんです。ですから財務省は日銀に激しいインフレを誘導する政策を実行して、実はそのハイパーインフレを狙っているんじゃないかと、まあ、そういう疑惑というのは拭い去れない部分はあると思います。ニュースオペイドスタートです。キューバ危機も含めて米ソ冷戦時代のエスカレーションっていう言葉があったのですが、当時アメリカそれからソビエトがですね、軍拡競争の中でキューバというものを舞台に一触即発の核戦争前夜まで行ったと。これがキューバ危機なんですが、なんとなくねその雰囲気に似てるのかなと。もちろん時代も環境も他の状況も違うんですが、やはりこの核というものに関しては一発で人類全体、文明自体、社会を崩壊させる可能性があるものに対して、このエスカレーション、瀬戸際外交であろうとこれを脅しに使ってくるというのはやはり怖いなと。で、日本はここに関しては見て見ぬふりしてると。この前のウクライナ訪問、私個人としてはもうこの時期だったら行かない方が良かったなと。で、仮に行ったとしたらウクライナと一緒にロシアも訪問すれば良かったのかなと。日本が被爆国としてその間に立って何らかの交渉の役割を果たすというチャンスだったんじゃないかと。単純にしゃもじ持って行っただけで終わったのかなと。ニュースオペイドスタートです。岸田文雄総理、早期解散を否定したというニュースです。僕はいいと思うんですよ。というのはね、今ウクライナでは戦争をやってるわけですよね。日本でも周辺でも台湾有事なんてひょっとしたらあるかもしれないじゃないかってささやかれてるのに、選挙なんかやってる場合じゃないだと私は思うんですね。野党にもいろいろ言いたいことはあるんだろうけど、あくまで国内問題であって、ここはもう少しね腰を据えて、この危機的状況をどうやって打開していくかっていうことで知恵を出す時期だと私は思ってるので、解散っていうのは総理の権限でね、自分の権限を強化するためにあえて解散に持ち込むなんていう、選挙に勝つだろうということで、そういう手もなきにしもあらずなんですが、今回に関して、この時期に関しては、G7 サミットも迫ってるしね、解散などすべきではないというのが私の考え方です。ありがとうございます。大貫さん、いかがですか。基本的なことというのはですね、